皆さんこんにちは、鈴木美優です。今日は私鈴木美優はこうして垢抜けた私は当時は別に芋っぽかったとか思ってなかったんですけど、だいたい高校卒業して大学上がったぐらいで周りにこう垢抜けたねって言われるようになって、正直ね、垢抜けたっていう言葉を言われることはあんまり好きじゃないんです。なんか垢抜けたって言われると、昔そんな芋っぽかったっけみたいな感じになるので、なんか周りに言われることは私は、あ、逆に芋っぽかったっけなとか思うことが多かったんですけど、でもやっぱり垢抜けたいって思う子はたくさんいると思います。こうしたら垢抜けたっていう発見があったので、ここ2年間ぐらいで、その私の発見したものを皆さんにご紹介できたらいいなと思います。1つ目、これが一番大きいかもしれない。痩せた、体重もちょっとは落ちたんですけど、やっぱね、20歳になるとなんか体重関係なくこの辺がすっきりしたかなっていう感じはありますね。まあやっぱり痩せると顔のパーツもはっきりしたりとか、目がちょっと大きく見えたりとか、スタイリッシュな感じに見えるのかな。だからこう痩せると垢抜けるのかなと思います。そして私とっても垢抜けるために大事だと思う要素が毛です。まあもちろん無駄なね、毛の処理も大事だと思うんですけど、その前に私は髪の毛を染めたんですよ。大学1年生の時にお仕事で染めたんですけど、そこでめちゃくちゃ周りに垢抜けたねって、絶対染めた方がいいと思うって言ってもらえて、それまでは結構バージンヘアっていうものを大事にしてた感じがあって、染めるのちょっと怖いなとか思ってたんですけど、私も染めたら、あ、絶対こっちの方が自分的にもいいし周りにもいいって言ってもらえると思って、でそっから結構ファンの子にも黒髪よりこっちの方がいいねって言ってもらえることが多いです。やっぱね、髪色が明るくなるとファッションとかも明るく見える、表情も明るく見えるので、髪を染めるのは大きいと思います。まあ、黒髪もいいんだけどね。次、毛部門で言うと前髪にオイルをつけた。で特にこれがストレートヘアの時に特に大事だなと思います。前髪がね、結構昔こうちゃんとこういう風にあったんですけど、やっぱこういう風におでこを見せることで抜け感が出るので、やっぱ前髪結構大事な気がします。髪の毛は負けないにしても、前髪にちょっとストレートアイロン当てて軽くチュチュチュってオイルをつけるだけでだいぶ変わると思うので、ぜひぜひやってみてください。毛部門3つ目、眉毛を整えたです。なんか事務所の方に20歳まで眉毛を整えちゃダメって言われてたんですよ。これ事務所に入った時に言われてて、それをちゃんと守っていて、ずっと高校生の時とかは本当に一度も整えたことがなかったんですよ。でその時の私の眉毛がこちらです。ここの無駄な広がり、今の眉毛はね、ちなみにこんな感じです。まあ別に細くはないんですけど、普通にここから普通にこうこの太さのままこういく感じで、まあ、自然な感じにしてるんですけど、今見るとすごい、この時はこれが普通だと思ってたんですけど、今見ると無駄な毛虫が乗ってるような感じがやっぱ眉毛を整えるのは大事だと思います。ここもね、ここもこっちもそうだけど、ここもつながらないように意識するといいと思います。と、まあ毛部門で言うとヘアアレンジも大事だなと思います。こっちの髪の毛を巻くのが苦手な子は1個に縛ってここの遅れ毛を巻くだけでもだいぶ垢抜けると思うので、この遅れ毛を作って軽く巻いてあげるといいと思います。そしてホワイトニングをしたです。私結構歯の黄ばみがちょっと気になっていて、もう自分で歯を白くしたいなと思って、歯磨き粉とかでもあると思うんですけど、歯は一生ものなのでお医者さんにやってもらいたいなと思って、ホワイトニング歯科に行ってやってもらったんですけど、歯とこの肌のコントラストがこのグッと変わることで、ちょっと顔がパキッとした印象になって、さっきの痩せたじゃないですけど、ちょっと顔がこうはっきりする感じがついたかなと思います。そして、まあ、これは何々をしたじゃなくて、何々は合わなかったになるんですけど、カラコンはしないです。私ポップティーンをやっていて、ポップティーンはカラコンを入れるのが約束っていうか決まり事なんですよ。だからずっと撮影の時に入れてたんですけど、そもそも目があんまり大きくないっていうのもあるんですけど、さっきの歯と同じようにこの白目の面積があんまりこう埋まっちゃうと、多分顔に抜け感が出なくなっちゃって、ちょっと幼い印象になっちゃうと思うんですよ。だから私はこう裸眼の方が多分私には合ってるかなと思いました。あ、これ大きいと思う。体型に合う服を着るようになったんです。今でも好きなんですけど、こういう格好、昔は結構こういう感じでダボっとしたトップスにゆるずるのスカートを合わせてスニーカーを合わせることが多かったんですよ。
古着っぽくて今でも着るんですけど、なんかこう体型に合ってなかったというか、私身長が160センチでこんなにズルっとした服を着てスニーカーを合わせると幼い印象になっちゃうと思うんですね。でも私の今の体型をよくよく分析してみたら、私あんまり上半身はお肉がつきづらくて下半身につきやすいんですよ。特に鎖骨とか結構出てていいねって言ってもらえることが多いので、こういう風に襟の部分がしっかり開いてて鎖骨が見えるすっきりとした服を着て、ボトムは腰幅が広いのが悩みで、そう、こういう腰幅がちょっと隠れるぐらいの丈感のトップスを合わせて、ボトムはこうストレートのやつとかを着るようになりました。がパンツでこういう風なシルエットで裾の部分がこうすぼまってるやつ、あれ私すごい腰幅がより広く見えちゃうので、あれは絶対に着ないようにしていて、昔結構着てたんですよね。その時は結構自分に合ってなかったから着せられてる感が出ちゃってたかなと思います。そしてメイク編ですね。メイクに黒は使わないです。私アイラインとか昔黒使ってて、今はもう黒じゃなく焦げ茶を使ってるんですけど、やっぱ黒を使うとなんだろうな、なんか埋まってる感っていうのかな、まあ最近メイクで黒が流行ってないっていうのもあるんですけど、なんか流行りに乗れてない感があるので、まあ、メイクに黒は使わないようにしています。そして私昔ね、可愛くなるためにはまつげは上げれば上げるほどいいと思ってたんですよ。でもまつげはバッチバチに上げない、これがすごい大事だなって最近気づきました。もう正面から見たらこうパチッてしてて可愛いでしょって感じするんですけど、やっぱ横から見るとまぶたに張り付いてるようなまつげ、なんかこれが私はちょっと余裕のない人に見えるんですよね。なんか昔の自分の写真を見てるとちょっとこう余裕のない感じに見えるので、今はまつげ上げるときはこういう緩やかなカーブでしっとりしたまつげを作るようにしています。やっぱ上げれば上げるほどいいってもんじゃないんですよ。だからおしゃれもなんかアクセもいっぱいつければいいってもんじゃないじゃないですか。服もいっぱい色使えばいいってもんじゃない、その引き算も大切なんだっていう、垢抜けるためには引き算も大切だってことを学びました。はい、ということで私はこうして垢抜けた、いかがでしたか。まあ人によって合う合わないがあると思いますし、むしろ前髪をこうやって重くすることで垢抜けたっていう人もいると思うんですよ。だから人それぞれ合うものがあると思います。だからそれを見つけるためにこうどういう体型なんだろうっていっぱい鏡を見たりとか、こうやって鏡を見つめて今のメイクで合ってるのかっていう確認をしたりとか、とにかくもう自分自身と向き合うことが大切だと思います。これも本当にあ、みゆちゃんはこうだったんだぐらいの感じで、じゃあ私はどうかなっていう感じの参考程度にしていただければいいなと思います。ということで、これがちょっとでも参考になったなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いします。以上、鈴木美優でした。バイバーイ。可愛くなろう。